こんにちは、サイクルオークです。いつもご視聴どうもありがとうございます。本日はオーライトさんから非常にスペシャルな商品の先行レビューの機会をいただきましたのでお届けしたいと思います。名前はゴートーチ X、 自転車のライトなんですけれども、これ一般利用というよりも割と特殊な用途に使われるものなんですね。でこのライト最高2000ルーメンの明るさがあります。でどのような用途かというと、非常に暗い夜道、人気のないような道路、夜の山道などに使う、どちらかというとアドベンチャー志向のライトなんですね。このチャンネルをご覧になっている方はもうすでにご自分のライトをお持ちの方多いと思うんですけれども、ある意味このライトは一部の方にとっては買い増し需要に向くものというふうに考えてよいかと思います。で今回の流れなんですけれども、まずこちらのパッケージを開けてみて、どんなライトかを外観紹介して、でその次に使い方や光り方など基本的操作方法をご紹介した上で、このライトセパレート型なんですね。でセパレート型の取り付け方みたいなものを私なりに今回取り付けてみて、その取り付けのマウント方法とかをお見せして、最後ですけれども実際の走行時の照射状況をご覧に入れたいと思います。でお分かりの通り、このライトって人気がなくて暗い道路に向くようなものです。ですから私がいつも走行動画とかで使っている多摩川サイクリングロードとかには向きません。したがって私なりにこのライトを装着して走行テストに向くような場所っていうのを3地点ほどピックアップしましたので、そこでの照射状況をお伝えしたいと思います。それでまあ比較ですけれども、私が持っている定番商品ボルト800の光り方、照らされ方みたいなものとも比べてみたいと思います。それでは始めましょう。はい、それでは開けていきましょう。ゴートーチ X というサーチライトのような商品ですね。外箱にはデイタイム100ルーメン、つまりまあ昼間用で100ルーメン、ローで1000ルーメン、ハイで2000ルーメン。この数字から見てもちょっと特殊なライトだなってことがわかると思います。外箱はこのぐらい、自分の手と比べてみてください。この大きさでこのぐらいの厚みということで、それなりにずっしりきます。でオーライトさんのパッケージングの常としてクリーンなホワイトにイメージカラーのブランド名がついているということですね。でこういうふうにマグネットでパカッとこう開くんじゃなくて、これは箱ですね。こういうふうに蓋を取りまして、こういう感じで開けるというものです。では開けていきたいと思うんですけれども、まずはここにお買い求めありがとうメッセージが書いてありますね。でオープンっていうタブを引きますと、中身がこんな感じ。左側の扉にリードミーが書いてありますね。これを見るとそこそこのもう配線、つなぎ方だとか操作方法がわかるというものです。中身見ていきますと、このプラスチックのボックスの中にはマウント用のパーツや工具みたいなものが入っています。で中身開けてみましょうか。まずはストラップですね。これバッテリーマウント用だと思います。それとあとこれが何だろう、これは本体を取り付けるためのマウンターですね。 GoPro 用のマウンターと互換だと思います。でさらにこちら、これがハンドルへくくりつけるためのものですね。で素材はアルミ製です。これもアルミ製、これもアルミ製で、これをハンドルにくくりつけるわけですね。それでここにボルトをつけて、こういうふうに留めるんだと思いますね。でさまざまなハンドルの径に対応するゴムバンド製のシムがついてますね。それでこれが締め込み用の六角レンチ4ミリだと思います。あとタイラップが2本、これがプラスチックボックスの中に入っていて、で、はい、これセパレート型なんでこれはバッテリーでしょうね。バッテリーです。こんな感じになっていて、これがライトへの行き先ですね。でこれが充電用の行き先ってことですね。で充電用のタイプ C のポートというのはバッテリー本体じゃなくて、こういうふうにケーブルの先っぽについてるっていうことですね。で普段こうやって収納しておく。それでこのゴムバンドを使って車体にくくりつけるという、そういうものになります。今回トレックのドマーネ AL につけてみたいと思うんですけど、適切な位置を探してこのバッテリーとライトをうまくつけてみたいと思います。で次にこちら、これが本体ライトですね。で保護用のカバーを外すとこんな感じの、こういうカットになってるんですけども、そうですね、上下に長い配光なのかな。これはちょっとつけてみないと分かりません。で一旦テスト的につけてみたいとは思いますけど、もうちょっとお待ちください。でこのコネクタとこのコネクタ、これをつなげるということになりますね。でこれが本体
これが各国語版の説明書ですね。それで最後こちらが USB の充電ケーブル。充電ケーブルはタイプ A とタイプ C、 あとタイプ C とタイプ C という形で両方使い分けることができますね。以上パッケージ内容でした。で本体の重量を測ってみましょう。まあこのライトあまり軽量さを求めるもんじゃないと思うんですけどね。まずライト本体だけ測ってみましょうか。ライト本体だけで114で、これバッテリーがあるのでバッテリーが重いんですよね。バッテリー加えるとそこそこずっしりきますね。 513g。 それでマウントですけれども、通常のマウントのコンビネーションってこれとこれとこれでしょうかね。でこれ入れますと、あとあこれもそうか、これとこれとこれとこれで全部で 550g ということですね。まあ特殊な用途のライトですから、でバッテリーも大きくてランタイムも長いでしょうから 550g というのは納得かもしれません。でランタイム書いてあると思うんですよね。ちょっと見てみましょうか。ここに書いてありますね。2000ルーメンで3時間50分って書いてあるんですけども、フルパワーの2000ルーメンが5分しか続かないのかな。おそらくフルパワーの2000ルーメンっていうのは5分で終わりなんでしょうね。で1000ルーメンにすると7時間30分、これは強烈ですね。1000ルーメンで7時間半ですよ。でデイタイムモード100ルーメンだと89時間と書いてあります。すごいですね。ということで充電して仮血栓してつけてみたいと思います。では充電してる間にマウント用の仮組みをご紹介していきたいと思います。で説明書にどういうふうにマウントするんだっていうのが書いてありますので、この絵に沿っていきたいと思います。でハンドルがこうあって、ステムがこうあった時にだいたい塞根がこの辺りに来ますから、その塞根を逃げるような形でハンドルの中央にマウントして、こういう感じで若干左に逃げるような形でマウントするわけですね。ですからこのネジでこうやってこのマウンターをこうやって組んで、でハンドルにくくりつけて、で最後こちらですね、この GoPro 互換のマウンターにライトを取り付けて横からネジでしっかり取り付けるということです。樹脂製の部品はなくてですね、ここに傷を防止するゴムがあるだけで、あとはしっかりとしたアルミ製ですね、がっしりと取り付けられると思います。充電が終わりましたので仮血栓してみましょう。これがライト本体。それでコードの長さですけれども、ちょっと測ってみましょう。コードの根元から本体の根元まで56ってところですね。でバッテリーから多少の長さのコードが伸びてますので、それが10センチですから、66センチぐらいまでバッテリーと本体を離せるっていうことになります。で血栓方法なんですけれども、こういうコネクタがあります。防水型ですね。それで向きが逆に刺さらないようにちゃんと方向がついたコネクタになっています。合わせてこれを押し込むわけですね。で一旦ここで固くなんですけど、最後まで押し込みます。これで OK ですね。これで血栓が完了して、点灯方法なんですけども、このライトは点滅ありません。つまり100ルーメン、1000ルーメン、2000ルーメンの3択なんですね。ということで、まず100ルーメンの使い方です。100ルーメンはポンと1回押します。ポン。そうするとこれが100ルーメン。これがデイタイムモードってやつですね。で、もう1回短く押すと消えます。で、次に長押しします。長押しますと、これが1000ルーメンです。で、もう1回短く押すと増量されて2000ルーメン。で、もう1回ポンと押すと、もう1回1000ルーメンに戻る。ですから、本格点灯の時には長押し。で光量切り替えが短く押すっていうことになりますね。で消灯してもう一回短くポンと押すと、デイタイムの100ルーメンモードで点灯ということですね。デイタイムモードから本格点灯モードに長押しで移行することもできますね。今100ルーメンモードですけど、長押しし続けるとこれが1000ルーメンかな。で2000ルーメンで、2000ルーメンで消します。もう一回長押しします。そうすると2000ルーメンかな。
あ、違いますね、センルーメンですね。ですから長押し点灯はセンルーメン、点灯光量のモードの記憶というのはなくて、本格点灯ではセンルーメンでまずはつくっていう仕様になってるみたいですね。それで配光を見ていきましょうか。で、センルーメンだと露出がちょっとバランスが悪いので100ルーメンでいきますね。100ルーメンで点灯をさせます。それで下を照らしていきます。こんな感じですね。割と配光には考慮されている感じはありますね。この辺が頂点で、左側と右側に光が横に拡散されていて、それでメインスポットは縦長ですね。下の方にこうなんかティアードロップ、涙の形の反対型みたいな感じで光が縦に伸ばされてますね。これはいろいろ試行錯誤した結果なんだと思いますね。配光特性はいつも壁に向かって照射してるんですけど、紙に向かっての照射ということで今回端折りたいと思います。こんな感じですね。ちょっと明るさを暗くして見てみましょう。はい、こんな感じの配光特性になっているということですね。あとバッテリー残量表示についてもご説明していきたいと思います。バッテリー内のここのボタンにもバッテリー残量の表示の機能がありまして、ポンと1回押すとバッテリーの残量に応じたインジケーターが光ります。それとあと発光中の残りの充電レベルですけれども、1回押しますよね。でそうすると緑に光りますね。でこちらのリードミーに出てるんですけれども、グリーンは 75% 以上、30から 75% はオレンジになりますと。で 10% から 30% だと赤の表示になります。で 10% 未満になると赤の点滅表示になるという、そういう残量表示のインジケーターの機能があります。それとまあこのライトでやるってことはないとは思うんですけども、充電中に点灯してくれるのかどうかっていうのをやってみたんですね。で今光ってますよね。で充電をさせます。でそうすると充電中表示がこういうふうについて、ライトも光ったまんまですよね。でもう一回止めますね。充電中でライトが光るということなので、充電中の発光にも対応しているというふうに考えられますね。ではこのライトをマウントしていきましょう。私のトレックドマーネ AL にマウントしていきます。それでは取り付けていきましょう。比較用のライトとしてボルト800ネオをすでに取り付けてあります。それでこのライト右左どちらでもつけられそうなんですけど、ライトの電源コードの引き込みがこういうふうに斜め左下に出ているので、まあおそらく右側につけるのが妥当かなと思って右側に取り付けることにします。で取り付けるためのパーツは六角レンチもともに全部付属してますので、特に工具を揃えなくても取り付けることができると思います。でまずやるべきはハンドルにブラケットを取り付けることなんですけど、ゴムのシムが薄いのと厚いのとありますけど、これ 31.6mm のオーバーサイズなんで薄いのをつけます。で薄いのとこのネジですね。あとはこの六角レンチで取り付けるときには先にこうやってゴムを回しておくと楽だと思いますね。それで上下の別がありますので、このボルトが入る穴が深い方ですね、こちらが上です。それでこの GoPro 互換のライトブラケットも一緒にとも締めして締めて終わりです。はい、締め付け完了ですね。でかなり強く締めてもいいと思います。これ素材がアルミなのでがっちりとつけられますね。びくともしません。それで次本体です。で本体はこういうふうに入れて、であとはネジをこちら側から止めれば OK ですね。はい、閉まりました。で本体も台座もアルミ製なのでぐらつかずにしっかり止めることができます。それとあとバッテリーですが、バッテリーは別なんですね。でどこに止めるかなんですけど、一番手近なところはここですね。ただ私はここにフレームバックを取り付けたりするので、こちらに取り付けようと思います。多分ちょうどケーブルの長さがあると思うんですよね。はい、ありますよね。ですからここに取り付けたいと思います。でバッテリー取り付け用のゴムバンドは長いのと短いの両方ありますので、適切な長さのをつけましょう。私の場合どっちなんだろうな。ちょっと短いのでやってみましょう。あ、全然短いですね。長い方でいきます。はい、これでがっちりつきましたね。で次は結線です。これを
こうですかね。んでこんな感じでカッチリと取り付けてあげると。それでタイラップがついてきてますので、タイラップで固定をしましょう。こんな感じかな、うん、そうですね、こんな感じでしょうかね。はい、でもう一本、もう一本はそうだな、この辺にでも止めるか。うん、こんな感じでしょうかね。はい、これで取り付け完了です。ちょっと光らせてみましょうか。はい、光りましたね。簡単ですね。で、横からのシルエットをじゃあちょっとお見せします。はい、取り付けのシルエットがこんな感じですね。ライトがコンパクトなんで非常にすっきりですね。ライト感ないですよね。こっちの方がよく目立つって感じです。で、バッテリーはここにあると。低めに据えることでフレームバックとかに干渉しないで重心も低くできるってことですね。で、私のドマーネの場合にはここにボトルケージがつくんですけど、それは諦めみたいな感じになりますかね。ではライトの装着が終わりましたので、これから私がロケハンに行ってきた3地点、昼と夜について見比べてみたいと思います。ご覧いただいているのは私が何回か使っている近所のちょっとした小道なんですけれども、ここにはライトがほとんどないんですね。で、夜は相当暗いので、ここは一つ候補かもしれません。ちょっと走ってみましょう。で、都内23区であんまり暗いところってそんなないと思ってて、ここもすごく短いんですね。で、まあこのぐらいの距離しかないんですけれども、一つここを候補地としたいと思います。はい、近所の砂利道の夜です。で、ここは街灯がないので相当暗いんですね。それで今ついているライトはボルト800ネオのハイモードです。いや、十分明るいんですけどね。で、ここでボルト800ネオを今回比較対象として持ってきましたけれども、私どっちがいいとかいうつもりはありません。当然ながら800ルーメンと2000ルーメンではどっちが明るいかとか、どっちがパワーがあるかっていうのは火を見るより明らかで、で、私個人的にはボルト800ネオは大好きなライトなので、優劣を比較するという意味で持ってきてはおりません。純粋にどう明るさが違うのか、周辺の見え方がどう違うのかについて違いを感じていただきたいという意味で持ち出してきております。ということで、ボルト800を消しまして、ゴートーチ X の1000ルーメンですね。はい、いかがでしょう。で、2000ルーメンにしますよ。やはり違いは明らかですよね。で、特にこのゴートーチ X に関しては、対向車の眩しさとか配慮せずに一番理想的な角度、つまり真正面に向けてます。したがって、この状態で向かってくる歩行者や対向車が来たらとんでもないことになります。ですから、その意味でも純粋な比較ってわけじゃないんですね。で、見ていただくと分かる通り相当先まで見えます。では、これで走っていきましょう。まずはゴートーチ X の2000ルーメンで走ります。いかがですか。ともかく先の方まではっきりくっきり見えるっていうのがポイントですよね。はい、こんな感じです。で、次はボルト800の800ルーメンで同じ道を走ってみましょう。はい、道に入ってきました。ボルト800の800ルーメンです。標準的な光軸に合わせてます。やはり違いは前方の遠方ですよね。遠くがやっぱり見えづらいなっていうことですね。まあ、当然ながらもう十分明るいんですけども、比較するとっていうことになりますね。以上、近所の砂利道の様子でした。第2のロケーション候補はこちらです。私も何度か紹介している近所の公園ですね。で、公園って言ってもそこそこ大きくて、周回道路があるんです。で、それがサイクリングコースになっていて、それでここは夜にも入れる場所なんですけれども、公園ということもあってですね、そんなに漆黒ってわけでもないんですよね。で、ところどころ街灯があったりします。ですから、真っ暗な中でっていうよりもちょっとだけ明るい中でっていうののケースとしてご紹介できるかなというふうに思います。
で、これを夜走った場合にこうなるわけです。街灯がところどころあるので全くの暗闇ってわけじゃないですね。で、今はボルト800ネオのハイモード800ルーメンで走っております。で、もう少しすると暗くなりますので、ちょっと一旦ここで止まりましてですね、ボルト800ネオを止めまして、ゴートーチ X の1000ルーメン2000ルーメンです。これで走ってみましょう。非常に鮮やかですね。まあ、当然あの人が来たりしたら止めなきゃいけませんが、幸い今人いませんので、この明るさをまあ堪能しながら走ることができます。まあ暗い山道だとこのぐらいの明るさがあると本当に安心感大ですね。で、ちなみにまあ1000ルーメンにしてみましょうか。はい、これ1000ルーメンですけれども、仮に1000ルーメンだったとしても全然問題ないですね。じゃあボルト800にしますよ。はい、速度を落として手前を見ながら走る分にはボルト800でも問題ないですね。ただし遠くを見たりする場合にボルト800だとちょっと若干力不足が出てくるということです。で、もう一回ゴートーチ X を2000ルーメンにしまして、ボルト800止めて走ってみましょう。いかがですかね。横の広がりも非常にいいんじゃないですかね。要は前方くまなく見える、まあ言ってみれば車とかオートバイのヘッドライトに近いぐらいの明るさがあると思いますね。これはここがその例の公園のところの片隅にあるちょっとした自転車練習広場なんですね。で、ここもまあそこそこ街灯があるので、まあそんなに漆黒じゃないと思いますけど、ここの撮影もやってみましょう。まあ廃校のに関しては横まで広々と見えていいと思いますね。ちょっとボルト800に切り替えてみましょう。これがボルト800で、十分ボルト800も合格ですよね。いいと思います。ただし遠くを見る場合、それが違ってくるということになりますね。じゃあ次、最後第3のロケ地に行ってまいります。さて、最後の撮影候補地をご紹介しましょう。ちょっと驚しい感じのところですよね。で、ここは私そんなに行ったことがないんですけども、かつて行った時にこれは夜は暗そうだっていうところなんですよね。場所は増形山展望台という生田緑地のところにあるちょっとした小高い丘なんです。増形山という山という名前がついてるんだけども、ここは山という地名じゃないみたいですね。展望台に増形山展望台という名前がついてるだけだそうです。で、どうですかね、見た感じ街灯もないし、これは夜行ったらちょっと暗そうだし、案外怖そうだなって気がするんですけどね。でも相当なシャドウでして、勾配は 17%、 嘘だろう、そんなないと思うんですけどね。ともかく相当な登りです。で、短いには短いんですけどね。で、夜はこれを登っていくか、もしくは下り坂で撮影するかっていうのはちょっと私の裁量にさせてください。はい、頂上に着きました。で、道はちょっと過酷なんですけど、登っちゃえばこんな感じで市民の憩いの場になっております。で、真向かいに展望台が見えるんですけど、誰も登れるようになっていて、登ったらすごく見晴らしがいいんですよね。ということで、私改めて夜にここに来てみて撮影しようかなと思ってます。はい、最後のロケ地、増形山展望台への坂道ですね、やってきました。いやー、まさに山の中のトレイルみたいな感じで、
相当ですよね。ちょっと雰囲気がいいのか悪いのかっていう感じで。で、今ボルト800ネオのハイモードです。一旦止めましょうか。止めてちょっと緩やかになったここで止めまして、それでゴートーチ X つけますよ。いかがですか。1000ルーメン2000ルーメン、これで登っていきます。まあこれなら本当に街灯もなくて全然大丈夫だと思いますね。これライト消したら真っ暗ですよ。さて、あっという間に頂上に着きました。で、昼間は人がいっぱいいるこの公園の様子ですけど、夜は誰もいないですね。誰かいたら驚いてすぐ逃げたいと思います。今のところほとんど誰もいませんね。ではいそいそ帰りましょう。帰りはこのゴートーチ X の2000ルーメンで帰ります。この明るさをお楽しみください。はい、ではここで夜の部を終わります。それでは最後まとめに入ります。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回は非常にハイパワーなライト、オーライトのゴートーチ X をご紹介しました。このライト用途としては特殊でして、普段使いにはなかなか向きません。ただし夜の山道を走る方とか、あともしかするとブルーベで夜間走行セクションで人気のない道路を走る方とか、そういった買い足し需要、いざという時の隠し玉としてのセカンドライト、こういったニーズに合う商品かもしれません。気になった方はぜひご検討ください。ところで告知がありまして、オーライトでは16周年大感謝祭ということで、4月の19日水曜日午後8時から4月の24日月曜日の12時まで特別セールを行います。そのセールでは各種商品がお買い求めやすくなっておりまして、このゴートーチ X に関してもかなりの割引がされると聞いております。それと新規にその期間中オーライトの販売サイトに登録していただいた方には、漏れなくこちらのミニライト i3 EOS を無料申請するということなんですね。で、このライト非常に小さくて可愛いんですけども、パワフルなんですよ。非常に明るくて、ルーメン数でいうとこの小型でありながら90ルーメンあるんですね。で、ミニライトとしては破格な高性能です。で、パワーはですね、単4電池なんですよね。非常に軽いのでキーホルダーにつけるにも最適だと思います。他にもご購入していただいた方には何らかのプレゼントがあるようですので、ぜひこの機会にオーライトの公式ページをご覧になってみてください。その公式サイトの URL アドレスは本動画の概要欄に貼っておきます。では最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。